このチャンネルではアートミュージックカルチャーの情報を発信しています。アート好きの方はもちろんそうじゃない方も今後の生き方のヒントになると思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。でですね、今回は反芸術運動、ダダイズムを取り上げたいと思います。ちょっと前にですね、コメントいただきまして、反芸術とかやってほしいっていう、ありがたいことにね。ありがたきですね。はい。ちょっと企画の提案をいただきましたんで、せっかくなんで、ね、ちょっとやってみたいなと思います。ほうほう。で、このダダイズムっていうのは、このスイスにあるキャバレーボルテールっていうところで始まるんですね。この芸術運動は第一次世界大戦下で、ちょっと疲弊したね、現実への反動であったりとか、伝統的な芸術の拒絶であったりとか、ちょっと戦争に対するこの愚かさみたいなものをね、主張するような、運動でした。で、この芸術の特筆するべき点は、この表現形式が、視覚芸術、文学、音楽、宣言、理論、マニフェストとか発表したりとかね。宣言、理論ってすごい。はい。文学的な感じだったってことなのかな。そうですね。なんか詩人とかも結構多く関わってまして。確かに、うん。そうだね。うん。で、あとは音楽とか、多様なメディアにわたって行われたっていうことと。謎のパフォーマンスが多いよね。そうですね。パフォーマンスが多いですね。で、そしてね、これが、もう世界中の都市でね、流行したっていう点において、非常に珍しいと。アジアとかにも日本でもありましたね。おうおう、はい、でも、ダダイズムってでも本当そうだよね。うん、この後のさ、結構パンクとかビートニックとかね。そうですね。あの辺の文学とか、はい、そういうところにも影響を与えてんじゃないの、でね、それがね、地域ごとに結構特徴がありまして。おうおう、そこがすごい面白い点ですね。確かに。で、この運動は、美術史において、後のシュールレアリズムであったりとか、ポップアートに繋がっていきます。じゃあね、このダダイズムっていうのは何だったのかっていうのをちょっと考えていきたいなと思います。地域ごとに見た方がいいって。まずチューリヒダダ。ことの始まりはこう、スイスで始まるんですね。1916年に、詩人であり、歌手であった、エミー・ヘニングスっていう方と、ヒューゴ・バルっていう方が設立したこのキャバレー・ボルテールっていうところで、この二人に、トリスタン・ツェラとジャン・アルプ、ミハエル・ジャンゴ、リハエル・ヒルゼンペック、ハンス・リヒターっていう方が集まって、美術戦争に対するこれ議論が交わされたんですよ、ここで。キャバレー・ボルテールっていうのは別にギャラリーとかじゃないよね。バーみたいなとこだったんじゃないかなと思うんだけど。そこにこう芸術家とか文学家とかね、集まってたんだよね。よくありますよね。印象派の時とか、集まる、芸術家が集まるようなカフェとか、日本とかでも多分あったと思う。ゴールデンカフェとか、どこ行くと。境期みたいな気がする。そう。境期って言っても分かんないから。あったでね、文化的なね。まだありますけど。そこでね、それによってこう、現状で起きていることへ、嫌悪感を表すようなパフォーマンスとかが行われてたんですね。パフォーマンスでこう表現したりとか、詩で表現したりとか、そういうことが行われてたことによって始まるんですね。で、初期はさっき宣言って言いましたけど、こうあんまりこう思想的な感じじゃなくてね、どっちかっていうとこの戦争を引き起こした、古い習慣であったりとか、価値観に対するこう不満や不信感から発生したこの一種の吐け口のようなね、こう騒ぐことでこう不満を発散するようなことから始まったんではないかと。現実逃避感でね。そう。ちょっともうイライラしてしょうがないからパーティーやろうぜみたいな感じだったかどうかわかんないですけど、かなりこう戦争でね、経済とかボロボロだった。特にヨーロッパっていうのは戦場になりましたから、だいぶこうね、急に仕事を失っちゃったとか、なかなか食っていけずにね、死んでしまう方とかも多かったんで、そういうね、不満から生まれたっていうことですね。で、当初このね、バルさんが、先導していたんですけど、この活動は。これ、ツェラっていうね、方に引き継がれまして、これ、ツェラが雑誌を刊行するんですね。で、ここで、あらゆるものの否定だっただわ、と言いまして、打ち出すんですね、主張を。で、続けて出した第2号。第3号で、ダダ宣言1918っていうのをやるんですけど、で、この雑誌を刊行したことによって、国外に伝わっていくわけです。この出版物を出したことがね、非常に重要になりまして。戦争っていう影響もあったんだけど、この出版物と戦争っていうのが影響しまして、世界に広がっていくっていう形になります。ちなみにこのダダの
語源は、まあ、諸説ありで、まあ、適当に辞書にパレットナイフ刺してね、そこにダダって書いてあったりとかしたんじゃないかとか、まあ、それこそ言葉自体に本当に意味がないんじゃないかと。もうだってこのダダイズムっていうこの芸術運動っていうの、うん、これ自体がさ、うん、意味ないんだよね。作品にさ、まあ、いろんな主張みたいなの込められてはいるものの、今までの芸術のさ、うん、あり方のような、うん、ある程度一定の意味のあったような作品を作らなくなるんだよ。うん、そうですね。なんか無意味な。無意味な。ものにする。感じになったりとか、うん。なんか詩とかもね、もうこう切り刻んじゃって、うん、何言ってっかわかんない。みたいな。そうそうそう。なんかそういう風にしていくような。うん。うん、まあそういうわけで、まあ、スイスで始まるわけですね。はいはい。で、まあこう、世界に広がりまして、ベルリンダダ、見てもらいましょうか。まあ、このね、ベルリンダダっていうのはずっと特徴ありまして、まあ、こう1918年でこう戦争がこう収束に向かっていくんですけど、まあ、そんな頃にリヒャルト・ヒルゼンベックがノイマンガロってとこで、まあ、こうダダに関する講演を行って、結構講演とか行うのよく、うん、宣言とかね。で、これは後にこの方がまあクラブダダっていうグループを作りまして、まあ、ドイツにおけるこのダダ宣言っていうのをしまして、まあ、そこをもって始まりとするんですけど、ベルリンダダはなんかすげえ政治的な感じだったらしいよね。そうですね。まあこのベルリンダダの特徴は、どっちかというとこう芸術、反芸術とか芸術色が少なくて、まあ政治やこう社会性をね、強くね、辛辣なマニフェストであったりとか、まあプロパガンダ、まあ風刺とかね、こうそれを公共でね、実践してね、表現していくような、どっちかというとこう反社会的っていうか、政治に不満をぶつけたりとかね、まあ、宣言したりとかね、まあ、そういう活動が。だこっちはあれだよね。こっちは結構意味ある感じ。こっちは意味ある。俺はね、こっちがダダだと思ってたけど、うん。さっきのやつっていうのは逆にちょっとこう無意味化することによってどうのこうのみたいな。そうですね。だからそういう感じだけど、こっちはもう本当に政治色、うん、反戦とかですか。そう、特にこうベルリンっていうのは、まあ、首都だったっていうのもあるし、まあ、とにかくこのね。1918年とか19年にこう、帝政ドイツ崩壊するんですけど、だから政治体制がすごい変わるんですよ、これ。まあだから、すごい激動の時代だったんで、政治的、社会的に。だからまあそういう政治色が強かったりとか、まあ社会性が強かったりする。どっちかっていうとこう不満をぶつけていくような感じでした。で、主な作家に、ハンナ・ヘイヒン、ラウル・ハウスマン、ゲオルゲ、まあジョージ・クロスなどが挙げられます。ちょっと作品見てもらいましょうか。まだハンナ・ヘッヒのダダの包丁で切断されたドイツ国最新のビルマール・ビールバラ文化時代っていう。長い。長い。めちゃくちゃ英語書けなかった。まぁ、あ、ちょっとコラージュ的なね。まぁ、あ、なんかこの全ドイツ皇帝の写真だったりとか、まあ、そういうのとか、民衆とか、ダダのアーティストを表現したね、人たちがこう混然となってこう画面上に貼られてるんですけど、まぁ、あ、このね、作品特筆すべき部分、これはね、こうな、写真を用いたコラージュなんですけど、まあこれ、フォトモンタージュっていう、このコラージュを発展させたような手法が、実は使われてるんです。まあそういう技術的改進もあったんだなって、見てたんですけど、今見たら別に、そんなに、これが反芸術かって言われると、ん?ってなるけど、当時としてはなんだこれやってなったんだろう、多分。すごいカオスな感じ。まあ混乱の時代を、そう、象徴するような。俺はすごい思うんだけど、これダダっていうね、うん、言葉が入ってるっていう。ああ。これが。多分ね、アンチダダとかいう言葉も入ってる。アンチっていうね。そういう勢力があったかもしれないね。まあ非常に、今見ると面白いかなっていう作品なんですけど、もう一枚見てもらいましょうか。ラウル・ハウスマンの、まあ、1920年の美術批評家っていう作品なんですけど、こっちの方がなんか辛辣な感じがしますけどね。まあ、両者はこのフォトモンタージュという手法を使って、まあ、政治批判であったりとか、社会風刺をこう芸術に取り込んでいったっていう作品なんですけども、まあ、当時やっぱこれ芸術として見なされなかったんでね。まあ、今から考察するとこう、反社会的であった伝統はやはりこう、芸術イコール、決して美しいものではない概念や価値観があったんじゃないかなと思って、まあ僕はダダと言うとこっちをちょっと想像するんですけど。なるほどね。で次ニューヨークダダなんですけど。まあ、これもねちょっと興
極端な話で、もしかしたらこっちの方が有名かもしれないですね。まあ、中立国スイスと同じくこう大戦を逃れた作家がこうアメリカに渡って活動の中心になっていくんですけど、まあ主に名作家にこうマルセル・ピシャ、フランシス・ピカビアとか、まあアメリカの作家だとマーレンとかが挙げられるんですけど、まあ特徴としてこのベルリン・ダダと逆で、この政治的社会的な側面の強いこうヨーロッパのダダイズムに比べて皮肉やユーモアに溢れた、まあ、純粋に芸術的でこうアートとは何かっていうねことを問うような作品が多いんですね。でこのまあ代表的なのはこうレディメイドでリシャンネズミっていう作品なんですけど、まあこの既製品の男性用便器にサインを入れた、そして泉とね作品のタイトルをつけて、まあ、設置しただけの作品なんですけど、まあ、ディシャンはね、ちょっと、まあ、いわゆる芸術の規制概念をぶち壊すみたいな面はすごい強いんですけど、この作品。なんかディシャンは以前取り上げてるんで、まあ、ぜひそっちの動画も見ていただきたいんですけど。概要に貼っときますか？はい、概要に貼っとくんで。ディシャンはね、ダダとのこう関係深いというか、まあ、俺はこれダダだと思ってたんだけど、アートペディアさんのディシャンのところ、はい、見たら、まあ、ダダイズムと、深い関わりがあったものの、活動詳細を調べるとダダグループの正式メンバーではなかったと考えられていて、ダダイズムが標榜した反芸術ではなく無芸術だと。無芸術、無芸術ですね。ディシャンはその見る美術っていうか視覚芸術をもう否定しますか、徹底的に否定して、まるで美しさのないようなものを持ってきて考えろと、アートとは何かを考えろ、まあ、そういった作品を作るわけですよね。まあ、この人はね、なんか本当になんかあれなんですよ。後々になっても、引っかき回すようなね、ことを、なんか短いこう期間にやるわけですよ。芸術家としての活動ね。活動自体はそんな長くはなかったんですけど、作品もそんな残してないんですけど、なんか衝撃をこう与えていったり。徹底的にやってるもんね。うん。躊躇なしみたいな。そうそう。この人がこういうことを、やらなかったら、後のね、コンセプチュアルアートっていうものは、生まれなかったかも、ね。他の方も見てもらいましょうか、せっかくなんで。はい。まあ、フランシス・ピカビア、母なしで生まれたんですよ。何の機会かわかんないんですけど、かっこいい。浅い感想。浅い感想ですよ。浅い。もうなんかデザインっぽい、かっこいいな、デザインっぽいなと。なんか深い母なしで生まれた娘っていう。タイトルつけるぐらいだから、なんか意味あんのかなと思うんですけど、でもなんかね、ちょっとこの頃のこと、やつはね、ちょっとタイトルとかに騙されるとね、変な解釈しそうで怖いんですけど、こういう作品であったりとか、このマンレイの作品次見てもらうんですけど、これは一番有名かな。破壊されるべきオブジェ。メトロノーム改良したようなね。まあこれもレディメイドの一種なんですけど、写真家なんですけどね、写真家で芸術家なんですけど、まあ、これが結構有名な作品。なんとなくこう、機能を失わせるような作品だったりとか、うん、そういう作品を作っていきますね、この方。アメリカなのに珍しいですね。この頃のアメリカの作家で、こう、前衛芸術の方向に行くっていうのは結構珍しいんじゃないかと思うんですけど。でね、まあそもそもこの、反芸術、まあ、このアンチアート、無アート、無芸術って言いましたけど、まあそれ言ったのがまあ、ディシャンでして、彼らはこう、ダダイズム以前から、実はダダイズムっぽい作品を作ってるんですよ。まあ事実自分たちもこう、ダダ、活動、僕たちの活動はダダイズムですとは言ってなくて、1921年に、こう、マーレイと一緒に雑誌ニューヨークダダっていうのを刊行するんですけど、まあ、そこで初めてこう、ヨーロッパのダダイズムと、まあこの二人がこう結びつけるんですね。だからこのニューヨークダダっていうのはちょっと特殊でして、ちょっとこう、頭のこう、キレッキレの磁石がね、後から、やっぱこの主流だったヨーロッパ、ビーズの文脈に乗せるために言ったんじゃないかなと思うんで、まあダダをダダって言われてこっち想像する方いるかと思うんですけど、本来はちょっと違う見方を本当はするべきなんじゃないかなと僕はちょっと思ったんですけど、なんかちょっと違うんだよね。やっぱこう反戦、まあ戦争を引き起こした原因は古い習慣であったりとか古い価値観だっつってこうヨーロッパのダダやっていくから、ニューヨークダダ、まあ言うてアメリカ戦場になってないですし、まあ別に経済的にもそんなに下降してる時代じゃない。どっちかってもっとイケイケな時代になっていくんで。まあちょっとやっぱ違うんじゃないかと。ただまあ特殊な点で、まあこうダダとしてこう語るんであるんだったら、このベルリンダダとニューヨークダダっていうのは、まあ非常に面白いかなと思って、一番大きく取り上げてみたんですけど、まあちょっと他のところも見てみましょうか。まあドイツはやっぱ、こう、ダダの
活動結構盛んでして、地域ごとにまあちょっと特色あるんですけど、このハノーファーっていう場所、都市があるんですけど、まあそこでああやってハノーファーダダっていう、主にこの芸術家のクルト・シュビッタスが独自の運動を展開していくんですね、ハノーファーダダとか。まあ反伝統的なものを唱えるよりは、どっちかってやっぱもうピカソとか、まあそっちのね、王道の芸術の流れから来るものを継承しつつ、こうパフォーマンスとか作品を作っていくんですけど、まあそれがね、ちょっとこのベルリンダダの政治色の強い主張とは合わずに、結局独自の運動をしていくことになるんですけど。シュビッターズ好きだよね、結構。ああ、好きなんですか。シュビッターズ、なんかポエトリーっぽいね。なんか詩のパフォーマンスとかもやってて。はいはい。それの音源とかは、前ね、サンプリングでライブで使ったりとか。はいはい。そういうこともしてたんだけど、うん、シュビッターズはね、ベルリンダダへの参加の打診はしてたんだよね。あ、そうそうそう。断られちゃうね。表現主義とのなんか、関わりがあるっていう、まあ、ほんとそれだけの理由。なんかそこで、ベルリンダダと思想と違うと言われて断られちゃったりして、まあ、自分独自でダダっぽい作品をやっていくっていう。そうなんですね。うん。やっぱちょっとベルリンダダとはね、作風もちょっと違うんだよ。そうですね。うん。若干違うところがあるんで。まあ、ここね、まあ、シュピターズとかね、もう面白いんでね。ぜひなんか一回ぐらい取り上げても面白いしな。なんかどっちかっていうとその、やっぱ純粋芸術性の高い。そうですね。そう、チューリッヒ・ダダとのね、うん、相性が良くて、うん、だそっちの人たちと関わりがあったりとか、はい、雑誌で紹介されたりとか、まあどっちかっていうとそっちだったと。まあシュビッターズあれだもんね、インスタレーション。はいはい。の作品とかが結構有名で、うん、もう一番初めにインスタレーションやったみたいな。うん、なんかそんな感じの人だったりもするよね。そうですね、そう言われてたりするんで。で、次パリ・ダダ。パリでも入るんですね。これはあの、シュルレアリスムの創設者であるこのアンドレア・ブルトがこうダダの活動家たちとこう交流を持ってまして、こう文学批評家であったりとか、まあ詩人が主な中心となったんですけど、まあこれはなんかチューリヒ・ダダとちょっと並行して活発化したものでして、このパリ・ダダはこのパリにこう再びこう活気をもたらす、芸術的活気をもたらすような役割を果たしたんですね、このパリにおけるダダイズムっていうのは。ただまあこう政治的な姿勢っていうのはあまりありませんでして、まあ美学的な相違からまあこうちょっと対立していって、後々こうブルトンのシュールレアリスムを提唱するんですけど、まあそんな流れですね。シュールのそのなんか精神性みたいなのに影響があったんだろうね、おそらくこのパリダダは。うん、多少あったし、なんかこう芸術的な活動がに活気が取り戻したっていうのがすごい重要で、まあその思想っていうのも多分あったかもしれないですね。多分あったんですよ。他はね、まあオランダとか、まあユーゴスラビアとか、まあグルジアなど。ちょっとこの辺はね、ちょっと資料がなくて、ちょっとあんまりよくわからなかったんだけど、結構重要らしいんだよ、このユーゴスラビアとか。そうなんだ。うん。ちょっと本当に世界中だったんだね。そう。オランダ、イタリア、ユーゴ、グルジアって、広くね、伝わっていくんですね。で、日本でもね、ダダイズムにこう影響を受けた芸術集団マゴっていう活動を行ってたらしくて、まあ日本にね、こう主に活発した1923年っていうのは関東大震災がありまして、でもこれを境にこう日本の経済こう低迷していくんですよ。まあそれ以前っていうのはやっぱこうアメリカと一緒で、アメリカと並行してこう経済こう上昇していくんですけど、うん、この辺から下降線辿っていくんで、まあそんな時にこういう活動家たちがこうただ影響を受けて活動していくっていう流れになっていくんですけど、この時って日本の美術ってどんな感じだったんだろうね。いやーちょっとね、探してみたんだけどね、見当たらなかったね。ちょっともうちょっと深く調べないと出てこないんだけど、ただなんかこの、まあ、それが30年ぐらい経ってこの舞踏ってあるじゃないですか、日本の、うん、あれをやった人っていうのが結構ダダに影響を受けてたっていう話があったりとか、絵っていう印象がないんですよ。なるほどね。でですね、まあこう、まあ、一通り話しましたけど、ダダに関して、まあ、ちょっとニューヨークダダイズムちょっと別にしまして、まあ一貫しているのは、こう戦争とかによってね、まあ疲弊とか、まあ、経済衰退、まあどうかこうぶつけようのない、ね、こう怒りであったりとか不満、まあそういうなんかちょっとネガティブな気持ちが原動力になって生まれてきたものなのかなと思ったんですけど。なんだろうな、ちょっと、細かいディティールちょっと違うんですけど、若干今の時代に、ちょっとリンクする部分あんのかな
思ったりちょっとしたんですけど、僕は。うん。うん。まあ、少し似た空気っていうか、なんかちょっと雰囲気あるなっていうことを思ったんですけど、でそういうこう低迷した空気下で起こると。ある種の事象的なものであったりとか、だから今起こっても結構不思議じゃないなって思ったりとかしたんだけど、だからちょっと破壊的ではあったりとか、まあ、逆に言うと新しい層の全部始まったりとか、いい方に考えるとね、まあ、そういう意味ではなんか、今現在っていうのは、割とこう新しい価値観というのが生まれてくる可能性が高い時代であるのかなと、僕はこのちょっとダダイズムっていうのを見て、ちょっと思ったんですけど。なるほどね。うん。ダ、なんかもう俺のイメージではもうほんと、現実逃避感が。ああ、最初ちょっとね、現実逃避から始まりますけど、そうそう、だから。運動自体がこう加熱していくから、やっぱりこう宣言したことになった。なんか一番初めはね、マルセル・ヤンコさんという方はですね、なんか我々の出発点は農民芸術や原始美術、教育を受けてこなかった人の芸術だと。はいはいはい、それがダダイズムの真の芸術だと言ってて、だから初めはもう本当に、まあ、手法だったりとかね、うん、今までのこう現実の文脈とか、うん、まあ、そういうのを、まあ、一切無視して、はいはいはい、ババンとやるって。まあ、多分出発点はそうだったの。だからやっぱなんかいろんな人がいろんなことを言ってるから、うん、このダダ内でも結構分裂してって、こいつはこういうこと言ってるけど、こいつはこういうこと言ってるみたいな、うん、結構あったりするから、まあ結構面白かったりするんだけど、そこが。なかなかこう全体を把握しようとすると、わりかし難しいのかなと思ったりもしましたけど。地域別によってね、そうなんですよね、だいぶ色があるし、はい、やっぱそれはもうその国、その国のやっぱ政治だったりとか、その時の背景、うん、また空気、そうだね、そういうものにもう本当に影響されて、うん、まあ、それぞれその国の人たちが表現すると、うん、ったところかなと、うん、まあね、こうなんかあんまりいい方に行かないと結構それこそ破滅に向かっちゃうような、なんか危うさみたいなものはちょっと感じたりするんだけどね。いやだからそんなに長くなかったでしょ。だから長くはない、時期本当に、本当に、うん、時期的には長くない、長くは続かないよね、これは、うん、ただまあ影響は与えたと、その後に影響はめちゃくちゃ与えた、ね、まあ、シューレアリスもそうだし、まあ、ニューヨークダダイズムをダダイズムっていうんだったら、やっぱその後ジャスパー・ジョーンズであったりとかデシャンを研究した、うん、まあ、そっからアンディ・ウォーホルのポッターと生きてきたりとか、そっちの方までずっとこう続いていくから、まあ、その辺はすごい影響力があったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、あと一つ思ったのはね、まあ、ちょっと反芸術っていうことに関して言うんであるんだったら、まあ、作ってるものはちょっと芸術ではないと言いつつ、もう後になってくるね、それが逆に芸術性を高めてしまったりとか、もう新しいこうアートの形を提示してると見えたりとか、まあディシャンに関してはなんかちょっと言葉を巧みに操る部分とかが見え隠れするんで、どうなんだろうとして思ったりするんだけど、まあ当時は拒否されたけど、やっぱ今となってはまあちょっと美しいものだけがアートじゃんみたいな考え方っていうのは、まあそういう考え方を生み出したっていうのは、まあ非常に大きかったのかなとか思ったりしますけど。はい、今日はちょっとダダイズム、まあ、反芸術っていうことに関してちょっとお話ししたんですけど、いかがだったでしょうか。はい、このチャンネルではアート、ミュージック、カルチャーの情報を発信しています。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどよろしくお願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。